スティーブン・ベイティ・ウィルカーソンは、アメリカ合衆国ジョージア・シューフルトン郡、ロズウェル出身のプロ野球選手。ウトリョーだ。MLB のボルチモア・オリオールズ参加所属。2010年の MLB ドラフト15巡目で、ボストン・レッドソックスから指名されたが、この時は契約せずに、クレムゾン大学へ進学した。2014年の MLB ドラフト8巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、 プロ入り。契約後、参加の A-9 アバディーンアイアンバーズでプロデビュー。60試合に出場して打率。1 9十日本塁が15打点、3盗塁を記録した。2015年は A 級デルマーバショアバーズでプレーし、92試合に出場して打率。287日本塁が30打点、10盗塁を記録した。2016年は、 a 級フレデリック・キーズと a a 級、ボーイ・ベーソックスでプレイし、2球団合計で117試合に出場して打率。251、4本塁打、36打点、18盗塁を記録した。2017年も a 級フレデリックと a a 級、ボーイでプレイし、2球団合計で112試合に出場して打率。305、8本塁打、45打点、7盗塁を記録した。 オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。しかし、12月に薬物検査で陽性反応を示したことが判明し、50試合の出場停止処分を受けた。2018年は前日の出場停止処分のため、マイナーでの実戦復帰は5月下旬からであった。復帰後、マイナーでは A 級ボーイとトリプル A 級のウォークタイズでプレイし、 6月19日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、翌日の6月20日のワシントンナショナルズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは16試合に出場して打率。174、3打点、1盗塁を記録した。オフには2年連続でアリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。2019年3月23日に、 DF となり28日にマイナー契約でトリプル A 級ノーフォークへ配属された。そのまま開幕を迎え4月22日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。そこから内外野を守れるユーティリティープレイヤーとしてメジャーに定着した。7月25日のロサンゼルス・エンゼルス戦では中堅守で先発出場していたが 延長16回裏より10番手の投手として登板し、55マイルパワー前後のスローボールを駆使しながらメジャー初セーブを挙げた。なお、試合後の MLB 公式記録によれば、野手によるセーブは1969年にセーブが公式記録となって以降では史上初。また、先発出場した選手が挙げたセーブも史上初という。 この年メジャーでは117試合に出場して打率、225、10本類打35打点、3盗塁を記録した。2020年1月31日にトラビス・レイキンスの加入に伴って DF となり、2月5日にマイナー契約でトリプル A 級ノーフォークへ配属された。9月14日に FA となった。10月25日に オリオールズとマイナー契約で再契約し、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2021年5月18日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月30日にディフェとなり、7月3日にマイナー契約でトリプル A 級ノーフォークへ配属された。ありがとうございます。